さんこんにちは、ハイの人です。今回は、Windows 限定ですが、Zoom のバージョンを簡単にアップデートする方法を紹介しようと思います。Zoom は昨今主流になってきた Web 会議用アプリケーションです。Zoom は頻繁にアプリケーションのアップデートを行うので、1ヶ月も放っておくとバージョンが上がって新機能が使えない。そんなことが多々あります。ですが従来のアプリケーションのアップデートの仕方は、アプリケーションを立ち上げて、アカウントにサインインして、設定アイコンからアップデートの確認をクリックする必要がありました。正直なところ、いちいちサインインするのはめんどくさいです。今回はサインインしなくても簡単にバージョンを上げれる方法をご紹介します。それでは行ってみましょう。まず同じように Zoom のアプリケーションを立ち上げましょう。Zoom アプリケーションは触らず、Windows デスクトップ画面、タスクバーの右の方にある、通知領域の格納フォルダを左クリックしてください。格納されているアプリケーションが並んでいると思いますが、Zoom アイコンを探して、Zoom アイコンを右クリックしてください。左クリックではなく、右クリックです。するとリストにアップデートを確認があります。ここは左クリックしてください。するとアプリケーションの更新が始まります。バージョンのダウンロードが終わったら更新をクリックして完了です。これで Zoom のバージョンを更新することができました。いかがでしょうか？サインインしなくてもアップデートができるので、Zoom Web ポータルからミーティングやウェビナーを開始する際に、バージョンを上げ忘れて新機能が使えないことが少なくなるかと思います。Windows の方限定ですがぜひ試してみてください。動画の概要欄に僕が運営しているブログリンクを記載しています。Zoom や配信機材についての解説記事を日々上げているので、そちらも参考にしていただければ嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございました。